ニコラス・ジョセフ・ベギーチシニアは、アメリカ合衆国の政治家、アラスカ州選出のアメリカ合衆国会議員。所属政党は、民主党。1972年、小型飛行機の失踪事故で、行方不明となり、死亡宣告を受けた。クロアチア系移民の両親のもとに生まれた、ベギーチは、ミネソタ州、イブレスで生まれ育った。 1952年にセントクラウド州立大学で文学志望を、1954年にミネソタ大学で文学修士号をそれぞれ取得し、コロラドボールダー大学とノースダコタ大学で大学院のコースを受講した。アンカレッジ高校にカウンセラーとして働き始めると、公立学校で勤務を続け、ホートリチャードソンの学校で校長となった。1962年、ベギーチは、 アラスカ州上院議員に当選し、政界入り。州上院議員2期目の途中だった1968年、ベギーチはアラスカ州前州選挙区から連邦会員議員選挙に出馬したが、共和党現職のハワード・ポロックに敗れた。1970年、会員議員選挙に再び立候補し、共和党新人のフランク・マルコスキーを破り、当選を果たした。 1972年選挙でもベギーチは再出馬し8月22日に行われた予備選挙では70%近い票を得てその存在感を見せつけたが選挙期間中の10月16日に航空機の失踪事故にあい行方不明となった投票日の11月7日を迎えてもベギーチは行方不明のままであったが56%の票を得て 共和党のドン・ヤングを破り当選を果たした。しかし、同年12月29日ベギーチが死亡宣告を受けたため、1973年特別選挙が開催。同選挙にはベギーチの妻ペギーが民主党予備選に出馬するも落選。前年の選挙でも共和党候補を務めたヤングが当選を果たした。1976年。 失踪事故を記念して、チュガッチ山地の二つの山頂がベギッチピーク、ボックスピークと名付けられた。1972年10月16日、アンカレッジからジュノーへの飛行中の小型飛行機セスナ 310C が行方不明となった。同期には、ベギーチ、ヘール・ボグス・カインタスト・トーイン内総務、ベギーチの補佐官とパイロット A の、計4名が登場していた。 乗客3名は選挙運動のために移動する途中だった。パイロット A はパンアラスカ航空の社長兼チーフパイロットを務める人物でアラスカでの飛行経験も豊富なベテランであった。8時59分、パンアラスカ航空 N1812H はアラスカ州アンカレッジ国際空港を出発。フライト予定表ではアンカレッジを9時に出発後。 V-317 航空路を経由して、ヤクタと上空を通過。目的地のジュノー国際空港には12時半に到着する予定だった。パイロット A と管制との間で、天候やジュノー空港の滑走路の使用状況についてのやりとりはあったが、異変を知らせる通信はなかった。管制等との最後の通信は9時12分のことだった。 13時15分 N1812H が予定時刻を過ぎても、ジュノー空港に到着していなかったため、アラスカ州エルメンドルフ空軍基地のアメリカ空軍レスキュー・コーディネーションセンターに通知、13時45分に捜索が開始された。捜索には、沿岸警備隊、海軍、陸軍、空軍のほか、民間航空警察、民間の捜索救助機が投入された。 約100機の航空機のほか、軍用戦略偵察機の SR-71 も、捜索に加わった。N1812H の捜索範囲は32万6000平方マイルと広く、延べ3602時間、合計133回も航空機による捜索が、行われたが、遺体は、愚か機体の破片すら発見できず、失踪から39日後の11月24日に、捜索は、 正式に終了した。12月29日、誰の遺体も発見されないまま、4人全員の死亡宣告が行われた。セスナ機は、アラスカ州法、ダウンドエアクラフトトランスミッティングデバイセズに基づき、緊急探知機の形態を義務付けられていたが、法が発行したのは、事故直前の1972年9月6日のことだった。ただし、 既存の航空機には1973年12月30日までの猶予期間が与えられていた。事故当時、パンアラスカ航空は飛行中のパイロットに ELT の携帯を義務付けていたが、捜索中に N1812H からのものと思われる ELT 信号は聞こえなかった。事故後、N1812H とは別の飛行機の中で、 パイロット A の携帯用 ELT が発見された。登場前、パイロット A のブリーフケースの中に、ポータブル ELT に似た物体を見たという証言もあったが、事故の調査を担当した国家運輸安全委員会は、パイロットも航空機も ELT を持っていなかったと結論付けている。また、アラスカ州の法律では長距離の飛行を行う際、航空機に サバイバル用品を備え付けなければならないことになっているが、事故後、N1812H にあるはずのサバイバル用品が別の機体から発見された。また、出発前に N1812H を確認した従業員の証言によれば、キャビンにサバイバル用品に似た物品はなかったという。ペギーチは妻ペギーとの間に6人の子供を設けた。ありがとうございます。